楽天イーグルス中日ドラゴンズの今日の2回戦です。三馬雄大、この両投手の先発で始まって、まあ、立ち上がりのこの三馬なんですが1回です。しっかり打ち取って0点に抑えました。森のセンターフライ、いいスタートを切りました。一方の雄大です。1回裏ワンアウトランナーを置きます。藤田、そして島、しかしショートゴロのゲッツー。まあ、雄大も雄大らしい立ち上がりを見せました。回は2回の表に入ります。ノーアウト3塁1塁という、ここは中日のチャンス。三馬が平田に対してこのゴロ、この間にルナがホームをついてまず1点を先行しました。なおも2アウト2塁、しかしここは谷繁を打ち取ります。まあ、1点だけに抑えました。さあ、そして回は4回の表に入りますが、2アウトランナー2塁、森野を置きます。三馬、平田に対して怖いバッターなんですが、これもショートゴロ、しっかり抑えました。まあ、とにかく粘りながら、まあ、投げていったというこの三馬の投球。回は6回の裏になります。なんとか1点が欲しいイーグルス。2アウトランナーは2塁1塁。さあ、そしてバッタージョーンズ、しかし打ち上げてしまってキャッチャーへのファールフライ。まあ、この6回はビッグチャンスだったんですが点になりません。1対0が続きます。その後です、7回表2アウトランナー3塁、そしてバッターは谷繁。三馬、非常に悔しがったこの一打、ライトへのヒット、まあ、これで1点が入りました。2対0となります。またも拍手でホームインです。監督自らがヒットを打ちました。大きな2点目。さあ、そして7回裏です。ピッチャーは福谷、雄大から変わっていますが、松井三振、まあ、西田も三振、非常に小気味いい投球を見せました。7回裏は結局点になりません。そして8回の表になります。西宮、いい投球を見せます。まあ、今日は楽天イーグルスにあっては、まあ、もちろんその三馬もクオリティスタートではあったんですが、西宮あるいはこの福山9回、まあ、ここはもう完璧なリリーフ売りを見せました。あとは点を取ってもらうだけという、まあ、そんな投球でしたが、9回裏2アウト、そしてマウンド上の岩瀬、バッターは牧田、結局これも打ち上げてしまいました。なかなかタイミングが出ないというこのイーグルス、結局今日もまあ点がなく終わってしまって、結果は2回戦2対0で中日ドラゴンズが勝ったゲームでした。